channel. Today I'm gonna be going to Nalu to touch up my hair, and then also they started a new nail salon downstairs, so I'm gonna be checking that out today. おはようございます。先に、はい、お熱測ります。はい、大丈夫です。おお、やった。結構低い方に、ね、めちゃくちゃ低い。今回は始まったそのネイルナンバー76のネイル&アイラッシュの、サービスが始まったので、今日はちょっとそれも試しながら、髪の毛もやりながらそれをやっていこうかなと思います。おはよう。You guys have your nails done here, right? なんかもうネイルすごいかわいい、これ下でやりましたね、はい、なんかナンバー76のサロンで、すごいかわいい。なんかこれジェルだよね。ジェルです。これは今日本ですごい人気なデザインで、日本だとニュアンスネイルって呼ぶんですよ。ニュアンスネイル、どういう意味って言われた。なんかそうニュアンスネイル、確かに。でも、うん、日本でよく聞くよね。かわいい。ベーザユリのはワンカラー。すごい、コップも変わった。なんかおしゃれ。黄色新鮮。またボブ。はい、ありがとうございました。めっちゃ可愛い色になりました。夏、これ夏。イエーイ、ありがとう。また。うん、バイバイ。はい、次はネイルです。I'm going to do my nails next. Chicago. So it's underground. Wow! Kawatta! Hello, こんにちは。今日よろしくお願いします。Alright, so I've asked for honey nails. なんか蜂蜜のテーマしたネイルを頼みました。よろしくお願いします。蜂蜜のテーマしたネイルを出来上がりました。あー、もうめっちゃ可愛い。すごい、これでもうハニーの日にパッチリと思う。これの髪の毛と一緒に合わせるとめっちゃ可愛い。今日もレモンのワンピースを着てるんで、めっちゃ蜂蜜とレモンって感じはします。すっごい夏っぽい。 It's super summery.
い。なるで過ごせれるようになってて、もうまず髪の毛をやってからネイルをやって、そして最後にカフェでも食べれることになってて、本当にもう完璧な一日。 So I'm like, I feel like this is Nalu has become like a full on day service where you can get your hair done, get your nails done and then go eat afterwards. It's amazing. Andなんかすごい久しぶりにナルカフェで食べてて本当に美味しかった。もうずっと食べたかったんで、もう本当に今日やっと食べれて幸せ。 I really wanted to eat at Nalu Cafe for the longest time. I miss it so much and I'm so glad that I'm able to do it today. And yeah, it was an amazing day. はい、それでは今日の一日でした。皆さん今日ご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いしましょう。 Thank you guys so much for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.